しびれちゃうくらいに怖くてさ、4月くんで作んでいたその時落ちた涙が今も忘れらんないよな。しかできてないよな。細胞が硬直し始めてはあんまりな未来を見せくんだな。あの頃の僕らただひとらやんでは見えない何かに怒ってさ、片足でまたげるようなダンサーをずっと睨んで言葉も出なくて痺れちゃうくらい。